ジグムジグム。レパートリ綺麗。<laughs> 言えたらしいからね。全部言えたっていう。<laughs> ジグムジグム知ってる時点ですごいけどね。すごいよ。もう最後まで言えたんですけど、なんか、うん、わざわざ頑張って覚えてて、うん、言い出したら、はい、言い出したらもうそれで終わりました。<laughs> 完全に消去されました。<laughs> た <laughs> それでも知ってるっていうのが本当にすごいよね。日本人でも全部言える人ほとんど少ないでしょ。いないでしょ そうです,ね、すごいですねいやまあ今ちゅ聞いてもらってる間も、うん、もうマーティーがもう嬉しい言葉をいっぱい言ってくれました本当に。まにそういうねそのいろんな、うん、例えばその僕たちの曲の特徴とかもすごいこう、うん、すごいっててる俺たちがね すごいキャッチしてくれるでしょ。いやだって僕のストライクゾーンのドームの中になんかあの頑張ってるって感じですよ。だってこのバンドは僕が聞きたいことを全部やってくれてるって感じですよ。うん、やった嬉しい。<laughs> なんかす。け。政治じゃないんですよマジで。に移籍したですか。じゃあ個人じゃない全然な本当になんか僕がなんかやればよかったような曲、うん、次から次へ。 すごいい,い,い,い曲世界のマーティーはこういほんまにいやだって、僕はメタルで育ってきたんですど、うん、メタルって結構なんかのカッコつけてるやつが多いんじゃん。うんはい、だから、みんな怖い顔してて、うんはい、怖い歌詞してて、うん、やるじゃん。でも、こういうなんか50年代のテイストとかギャルズポップのテイストをやりつつと、うんうん、真逆に超ダークな、超ヘビーな、うん、超アグレッシブな、雰囲気の組み合わせするの本当に天才。わお に本当好きき泣そうやすごいだからその曲のねさっきも言ったけど俺たちが言わんとする狙ってるところとかもう本当にやっぱそのマーティ自体のその何んその音楽に対するストイックさというか姿勢とかも知識量みたいなのがすごいじゃないですかで俺がすごいさらにマーティやっぱすげえなと思ったのがちょっとここにもあるんですけどこの「侍音楽論」っていう素晴らしい少々。 素晴らしい俺、これマジで、俺、もうすぐ買ったんやけど、このねまず帯、ま帯のね、言葉がもうね、いいよね、日本人を自信を持てと、この国には J−POP があるじゃないかそう <laughs> なかなか日本人って、そうやっぱ、ね、ちょっと J−POP っていうことに対して、うん、一瞬、ちょっとなんかなんつうんですかね、構えてしまう場合もあるじゃないですか。でも堂々とねその そういうところに対しても全然、ロッキンポじゃないっていうか、ういろんなものをやっぱ全然吸収しようっていうところが、すごいよねだって異国の音楽なのにね、異国の音楽なのに、これは素晴らしいって言って、聞いてろんなテレビとかでね、うん、J−POP をすごい詳しい方っていうことで、うん、マーティー俺、よく見るもん、うんうん、画面で。 いや、J−POP の幅広さはまずすごく興味深いですね、うん、だって僕はあのこの本を書く前に、本じゃなくて僕のアルバム作る前に、日経、うん、エンターテインメントさんがあのアンケートしたんですよ、はい、ネットで。何の曲、マーティン弾いて欲しいですか、J−POP の中、で1位と2位、順番忘れたけど、Perfume のポリリズムとマクシマムのつめつめつめ、うん、<laughs> こんな幅広いって同じ J−POP ですか <laughs> だから、まずそれですごいその幅広さと深さがすごく好きですよ。うんうん、いや、すごいだから、それでこのいろんなマーティーが熱い思いをここにしたためてくれてて、うんうん、え例えば、その俺が、ま、自分で言うのもおこがましいんやけど、うん、俺、これ、感動したんだよ、長所が多すぎ、僕がマキシマム・ザ・ホルモンを好きな理由っていうとこで、うんうん、もう、そのいろんなその、ちょっと待ってくださいね。 これね俺が一んグッときたのがね彼らは影響を受けたバンドとして今夜『レイジャー・ゲーム・スザ・マシン』の名前を挙げてるみたいだけどね、うん、だけど僕の耳で聞くとそういった洋楽のバンドよりマキシマムの方がずっと刺激的なサウンドを鳴らしていると思うよっていうこの出たこれマジで、うん、まあ他にもいろんなこの何つうのホルモンを好きな理由を書いてくれてるんだけど俺この一節が 本当に嬉しかった。すごいね。いや、それは簡単好きだったら、あの、本当になかの正直な話言えますよね。で、時々なんか、あの。好きじゃないとか、微妙に、で、何も意見のないアーティストについて話しなきゃいけないんですよ。うん、<laughs> それは難しいですよ。ねや,っっね、やっぱ、尖ってるね。 でも、あの、好きっていうか、マックスもモール好きだったら、たぶん僕の話が長すぎて、かなりカットされたかもしれない、最初に。それぐらいだってね、カバーアルバムをね、そうだよ、そうですよ、この本もさることながら、アルバムですよ、そう、カバーアルこれはね、2009年のこれ、5月に出していただいた、出していただいた、出していただいた、それのまさか1曲目に。 ホルモンの今聴いていただいてますけども後ろで流れてますけど、はい、爪爪爪を、うん、しかも途中であれですよねルイージャーナ・ボブ出てきますよねそう,そうですね <laughs> びっくりしたもんびっくりした本当にいいか、ね、かまさか2曲をこういうふうにね <laughs> いやあの 両方の部分がすごい大好きだからせっかくだからもう組み合わせしようかと思ってたんですねいやこれでも感動したよねうちらね四い4人で感動したスタジオでそうスタジオで4人で聞いたんですよ本当に嬉しいやべえなっていや超嬉しいですよ本当半端じゃないと思ったいややってる時にんかアメリカの時に何か「これカバーソングですよ」と言われたらって言ったらみんなが「 カバソンですかって、YouTube で、の今日つめつめの PV 見せたら、この人たち、強烈、あの PV は特にみんな大暴れじゃないですか、演奏しながら、だからそれは僕のバンドのイメージですよ、洋楽のバンド、結構地味じゃないですか、ヘビのバンドでも、弾いたらすごい楽器にすごい集中してるじゃないですか、でもこの PV、つめつめの PV ってみんな大暴れで。 超難しい弾きながら大バりしてる<ー>最高になんか天国のビデオですよ <laughs> 天国のビデオ,ですよビデオこれは正しいよありがとうございます正しいよって感じえー、ありがとうございますすごいよねいや俺これすごいほんであのねあれ石川さゆりさんの「天城声そう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 あのねよ極端じゃんそうそうそうすごいですよこれもすごいよねいやもうだからこの12曲入ってるけど、うん、あの バリエーションが半端じゃないだからそんだけ、すごいよね、そんだけどん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 いろんなものを未だにこう吸収して、アンテナを張り続けてるっていうところが、私は本当すごいなと思って、うん、やっぱ日本の例えばメタル好きの人って、うん、やっぱメタルだけだったりする、うん、して、J−POP をなんかこうね、ちょっとバカにしたようなところがあっばか、ねうん、バカにしてるなんですけど、J−POP やってる人たち、みんなメタルあれですよ。<laughs> みんなメタですよ実はあの僕はあの面白いのはあの鈴木亜美さんのツアーやったんですよ、あの結構前、4年前ぐらいかな。で、やった時に僕は普通にメタルじゃない音楽大好きなんだから普通になんか CD 通りやりたくて大好きだから、も普通に。でスタッフはみんなメタルじゃん、だからマーティン弾きまくって、マーティン弾きまくってメタルにして完全にメタルっぽく。 ってたんでしょ、ういいですか、本当にメタルやればやるほどやってくださいと言われた、じゃあメタルやるよって、すごい。メタラ、日本って j p o p の中に見ぬメタルですよ、メタラはみんな頭が柔軟になっちゃうのかね、すごいね、アニメタルにしたわけですね、いや。すんい、本当と。